だけどって、メゾネットタイプなんだけどって、いや何が違うんですかとか言うかな。いや、ロフトは、荷物とかちょこっとしたものを置く場所でね、メゾネットはちゃんとお部屋として独立してね、あるとこですよ、つって、ああ、その違いなんですね、みたいな。人を次から次に招くの怖くない？大丈夫。ん？全然大丈夫です。徹底してるんだよ。昨日はね、追っ始める前に、アルコールね、こちらをね、99.9%ね、おちんちんを触る前にこれで拭いたんでね、手とうがいもさしたし、アルコールスプレーもね、かけたし、アルコールのこのジェルもね、ちゃんとやらして、マスクも着用さしたんだよ。ね。このアルコールで拭いてあげたらね、ちょっとね、なんかね、感じてたわ。え？感じてたわよ。ちょっとヒヤッとしたんだろうね。しょうがないじゃん。だって、エッチすんのもみんな大変よ。だって、彼氏だってそうだよ。彼氏のおちんちんもアルコール除菌タオルとかでね、徹底してやんないとダメでしょ？ね、今ほら、カップルとかでもね、このご時世だから会えずに別れちゃったりとか多いみたいでね。エッチもできない、デートもできないってね。どうしようみたいな。お風呂でもいいけど、お風呂でもやっぱりね、やっぱアルコールが一番だよな、アルコール除菌が。石鹸とかもいいけどね。なんかね、ツイッターとの動画で、手洗いの動画みたいのがさ、出ててね。まあ、今度やってあげるけど、こうなんかインクで手洗いをするっていう動画があるのね。で、結局こうやって洗ってても、この親指のとこが洗えてないとかね、この側面が洗えてないとか。あの動画ね、すごいね、参考になるよ。だから最初は、こうやって洗うでしょ、こういう風に。で、次はこうやって洗って、次はこういう風にね、洗って、で、最後はこの手首のとこをこうやって洗ってね、で、もう一回こうやってね、洗うみたいな。手洗わない人が何言って、それおしっこの時でしょ？外から帰ってきたら私も今は洗うよ。その動画ないかな？あれすっごい参考になる。ちょっとみんなに見せたいんだけど。ちょっとウラルを貼ってもらいますよ。あれめっちゃね、参考になるよ。でももともと小学生とかが習ってる、幼稚園とかで徹底してるやり方なんだって。だから大人は忘れちゃったけどね。小学生とか今の子は多分知ってんだって、それ。見たから大丈夫。ちょっともう一回見てない人のためにちょっとね、教えたいの。ちょっとあの動画を貼ってください。動画を。いや、こういうことで、ね、命が救われるかもしんない。ちょっと話聞いてる？早く、パッパと出しなさいっつうの。URL を。こういうね、協力することよ。はい、来ました。協力してくださいね。あ、このバズフィールドのいいね。これは最近のやつじゃない？あ、捕まんない。流れちゃった。バズフィールド。この動画だね。
これが多分一番最新の動画かな。昨日かなんかに出てたやつだよね。これこれ。これね。だから最初にこの色を見てて、色をね、お色をこのインクを石鹸に見立ててるとね、でこうやってコス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 やってるけど、結局ねほら親指んとこがダメじゃんね。で、重ね合わせてコス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 ね。コス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 。そうすると小指んとこがまたね、小指と親指がダメでしょ？間が空いてるしよ。うん。で、今度は爪。爪が一番大事なんだって。ね、汚れが入りやすいんでね、コス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 やるでしょ？爪の間。だ、付け爪なんてもうアウトよね。ネイルなんて。汚ねえからネイルなんてやめた方がいいよ。剥がしまえって感じ。で、親指んとこ、ほら、こうやってね、くるくるくると、しごくと、コス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 ね。そうすると、今度手のね、この、外側の甲のとこがね、まだ白いんで、コス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 。あとは手首。手首をコス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 ね。だここまでもう徹底しなきゃダメなんですよ、皆さんね。家族に。これ分かりやすいよね。あとはまあ、うがいの仕方とかだよね。うがい。わかりやすいんだ。なんか俺はもともと、なんつうのかな。他のとこで出てたやつだよね、これね。これなんで出てこないの？あれ？みんなのコメントどこ行った？あ、いた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 。だからこれはまあ、小学生とかが普通にやってることなんだって。だからお家帰ってきたら手洗いうがいはもう徹底ね。みんなもう伸びることは確定だから、延長されることはもうみんなね、大変な時代になりますよこれからね。うん？甘えてんじゃねえよ。今はねみんな平平ボンボンとやってますけど、この中で死ぬ人も出てくるしね、ぶっちゃけ。リスナーさんも多分亡くなる方もどんどん増えていくと思うんですよ。そうだよ。やめてじゃなくて、もうそんぐらいの考えじゃないとね。そんぐらいの考えじゃないと。甘ったれてんじゃないよ。ね。今このね、この数秒でもね、何人死んでんのよって話よ。みんなね、隠れて外出てんの知ってんだからね。で最近一週間以内で、ね、お外出た人どれだけいる？先週お外出ましたよっていう人。こん中でどんぐらいいますか？ほら、出てんじゃん。ね、買い物に行きましたって。ねえ、もう仕事なんてやめちまえ。仕事なんてね、お家でしなさい。もうね、仕事なんてやめちまえ。結局ね、会社なんてバタバタ倒産するんだからね。ねえ、今働いたってしょうがないよ。もうほとんど半分の会社が潰れんな。
販売する人いなくなったら困る。あ、今働いてる方はね、病院とか流通とかね、私の会社潰れない。すごいね。すごいね。そんな会社もあるのかしら。でも転職してる人もね、結構多いみたいね。この機会にさ。あんたみたいに余裕がないのよ。じゃあ動きましょうよ。余裕がないときはね、もうね、速攻動いた方がいいんじゃない？間に合う、間に合う。いや、こういうご時世あれだよね。安全パイな仕事ってなんだろうね。考えてみよう。まあ、配信者とかは多分大丈夫だよね。まあでも、不景気になってきたらちょっときついと思うけど。でもね、職人さんとかもあれなんて今結構ね仕事あるみたいだけど、結局上のさゼネコンとかがね、の中から出ちゃって大きいとこが休みになったりとかしてんだって今ね。だからもうすぐで職人さんとかさ、そう手に職の人の現場も結構危なくなってくるみたいなね。公共事業は忙しい。あ、そういえばね、私なんか帰ってきちゃったんだよね、これね。ステッカー送ったんだけど、なんつうの？帰ってきちゃったんだよ、これ。住所が間違えてんのかな、これ。変装、宛名不完全で配達できませんって書いてあるの。宛名不完全ってことは何？住所が間違えてんのかな？宛名の名前？名前が間違えてんの？宛名っていうのは住所のことじゃないの？でも私なんかほら藤沢なので荷物届くしね。住所と名前が全然違うってこと？どういうこと？これどうすりゃいいんだろう？いや、確認したら合ってんだよね、住所と名前まで。その送られてきたものを変えて出したんだけどね。偽名を使った。だって私だって藤沢なので送ってもらってるでしょ？偽名っちゃ偽名じゃん。ね、名前は違くても住所が合ってれば届くよね、確かね。それかマンション名とか、そっち系がないのかな、もしかして。これはマンションで、部屋番が書いてないから送れないってことかな。私もモニューで荷物来たことある。あ、そうなんだ。じゃあ名前は大丈夫だ。電話してみよう。どういうこと？どこに電話すんの？郵便局？あ、ゆきんこちゃん、千葉からありがとう。かわいいな。よしよしよし。よし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 。ありがとう。いやいやいや、でもさ、住民票を出してないってことはないんじゃないの？住民票を置いてないってことないんじゃないの？何者って感じだよね。なんか
闇の組織の人かしら、闇の。闇家業の。だったらあれじゃない、住民票置いてないんだったら、レンタル U、なんだっけ転送とかになるじゃん。本人に聞いてみたな。あ、そうね。それが一番いいかもね。でもなんかめんどくせえんだよ。あの聞くのがさ、いちいちね、探してね。なんかめんどくさくない？そのやりとりが。で、なんかこう、いっぱいでデータが毎日毎日送られてくるから、そん中がピーってね、見つけるのがめんどくさいの。あ、直木兄さんおはようございます。直木兄さん、何も言ってないですよ、私ね、昨日のことはね。ね、美味しいとしか言ってないんでね、今日ね。何も言ってないね。ね、昨日通販で食べたものはね、別に何も言ってないね。お金の話もしてないし。そうなのって。でも今週ね、また日曜日にあるんでね、水曜日は祝日で、前もってね、夜の仕事が祝日は休みだから入ってっていう感じで決まってたんだけど、日曜日はまたね、日曜日は日曜日でやるみたいなね。多分あれじゃない？もう完売になっちゃったんじゃないですか？また、ちょっと見てみようかな。状況をね。この間の王将は、完売したんですけど、今回はどうかな？このさ、乃木坂640、なんだ、46か。邪魔だな、この女たちな。いつもね、放送終わったらね、サムネイルがね、終わった順に更新されんのにね、ここにね、ずっと乃木坂がいるわけよ、これがね、この女たちが。邪魔じゃない？この女たち。ね？いつまでも出てんだよ、昔のやつが。それ私たちの昨日やった最新の動画がね、4本目ぐらいになってんだよ。これね。ほら。昨日やったやつ。これね。で、吸い取られてるね、あのね、視聴、みんなね、乃木坂ばっか見てね、ここのね、あの、私たちのね、動画はね、もうね、視聴率上がんないわよ。乃木坂に全部吸い取られてね、これね。乃木坂3万回ぐらい見られてる、私たち3000回よ。普通に買える？あ、完売ではないんですね、昨日の。ちょっとさ、可愛いからってさ、調子乗ってんね、乃木坂とかね。ネーミングバリューがなきゃただのね、やりまんなだけだあってね。うん、顔もブサイクだしさ、ピンではね、無理かしらって感じ。やめろ、お前なって。訴えられる。いえ、AKB だったわけで、乃木坂って何なのって言うの、神楽坂にしろよって感じ。なんかネーミングがね、なんかね、古臭いし。桜坂とか、ね、神楽坂とかの方がいいでしょ。乃木坂って何なのね、どっかの地名なのか、そういう坂があるのかな。本当に。乃木坂っていうのは何なの？マギ。マギヌ46。それ住所みたいやん。うちの住所はマギヌってね。マギヌ46？ あ、私今年37歳だから、マギヌ37にしようかな。
え、グループ組むときやね、次ね。うん。マギヌ兄さんとかいいんじゃない？ 213。うん。マギヌ213。マギヌ213。でもアイドルなんてさ、もうね、旬があるからね。でしょ？あんなさ、ね、どうせ枕営業やってんだからさ、また開いてパカ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 ね。実力じゃねえんだよ、あんな女たちよ。うん？特に AKB と乃木坂とパッカンパッカン枕営業やってね、一晩ね、10万円とか体売ってんだからさ。うん？それでジャニーズと乱交パーティーやってね、あの、ゴシップ出されてさ、ゴシップ記事でな、引っ張る方、引っ抜かれて、ん、ひ、なんつうの、その、引っぱたかれて、引っこ抜かれて、ん、なんつうの、すっぱ抜かれての、すっぱ抜かれてね、週刊誌とかに書かれて、あらって私仕事なくなっちゃうわ、みたいな、坊主かなんかにしてさ、坊主が屏風にね、ね、股を開いたみたいな感じで、そんな運命なのか、アイドルなんてね。アイドルなんてやんない方がいいよ。うん。そんな流れでしょ、大体ね。で、結局、なんかね、二流三流のね、お仕事しか入ってこなくなってきてね。ね。ちょっと、ね、男あさりしたなんかどっかのね、自営の社長さん、社長さんとね、社長さんと、ちょっとね、小金持ちみたいなさ、おじさんとね、結婚して、なんか平平ぼもとね、暮らすみたいな。苦情はい。落ち着いて。ちょっとゴミ、あ、こだわり綿棒ちゃんありがとう。かわいいね。シャ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 。シャ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 。うん、ちょっとゴミ捨てる、ほんとに。8時半になっちゃった。さあ、本日も盛り上がってきました。ラブミラブミ、セイチューラブミ。ドゥワナドゥワナ、ウォーミングラブミ。ラブミラブミ。あの、瓶感が多いんだよね。瓶感が。最近ね、ラブプールがね、ハマりなの。ラブプールって歌なんだけどね。ラブミラブミ、センイチューラブミってね。あ、もう、何年、10年以上前に流行った曲かな、これ。10年以上ね。キャー！すっごい！匂いが。やば。半端な。生ゴミって感じ。納豆臭い。納豆がめっちゃ匂う。ちょっとあの、昨日のジンギスカンのこれも少ないけど申し訳ない。うわー、やば。うわー、これはちょっと見せれないわ、みんなに。えぐい。えぐすぎ。ちょっと待ってね。待って、やば。えぐい、えぐい、えぐい。
がやばい。えぐいえぐい。よいしょ。うんげ。うわー、これ小林リーダーになんでまたね、ブリーダー。ちょっともう毎回毎回、あれを捨てないとさ、生ゴミ溜まっちゃって。小林飛ぶよ、もうそろそろ、時期的に。今んとこまだ出てないけどね。そうそう、やっぱ。うえ匂いがやだ。匂いが半端ない。もうこの、なんかさ、このゴミをさ、3分の1に圧縮するね、ゴミ箱があるんだよ。あれ欲しいんだよね。すんばらしいやつがあんの。女性風女性かなんかでね、あるんね。ただね、ゴミ箱で2万にいくらすんだよね。高いんだよ、あのね。でもね、すごいね、良さげなんだよな。よいしょ。お部屋の空気が綺麗ですね。ただゴミ箱でね、そんな値段を出せるかっつったらどうだろうねって話だよね。高いのか安いのか、もう価値観の問題ですよね。いや、ちょっとゴミ捨ててくるね。今日は2袋。お外は今日は快晴でございます。あら？まあいいや、こっちのカメラ使おう。はいはいはい。もうやだ、ほんとに。なんでいつもこうなっちゃうのかな。これを持っていくしかないのね。もうやだ。あ、やだ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 。本当に。ちょっと配信環境も暇だから整えた方がいいね。もう一度やり直した方がいいね。ピシッと。ちょっくらい行ってきますよ。お外に。今日は2袋だからね、木曜日。よいしょ。ナンボールは木曜日。重い。個数は少ないけど、あれね、重さは半端なくやばい。マスクがね、ちょっとなくなってきたなぁ。これ足りるかな、マスク、マジで。行きまーす。頭が痛い。
やだ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 、見られちゃった。お尻向けてるとこもう最悪なんだけど。やだ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 、ケツ丸出しね。お尻丸出しで、おいしょ。あ、丸出しとかね、お尻を突き出してたらね、また噂されるね、あそこのお釜は。朝からケツ突き出してたって。シッ、やだやだ。嫌だわ。ねえ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 ってね、パパーって、あそこ今日はいたみたいな。あ、いたよって。あそこのお釜また朝から変なことしてたよって。えーって言われちゃう。お茶ばかりやと。よし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 。本当にって、また朝からみたいな。いや、今日はなんかブロックのところでお尻突き出してなんかもじもじしてたよみたいな。キモーいって、またあのお釜なのってね。ほんとやだねーってね、もう引っ越ししましょうよみたいな。もじもじ。気にするな。まあ、気にしないけどな。あんだこれ、また真剣ゼミとか。なんか、なにこれ、モノブロック。学研だね。学研とか真剣ゼミ最近多いね。ねえ、もう何、もうほんとに熱暴走、マジで。ちょっと冷房つけようかな。熱暴走だね、これね。早いよね。今ちょうどね、このカメラのところにね、光が当たっちゃってんだよ。だ、カメラの位置を変えてみようかな。当たんないとこにね。こっちだとね、日陰になってるね。こういう感じでね。カーテン逆に閉めちゃうと、閉めちゃったらまたあれなんだ、暗いんだよね。こっちにする？こっちはね、光が当たんなよ。こっちはね、さらに明るいんだけど光が当たってる感じだよね。よし、まあいいか、これで。でもこの家半端なく暑いからね、日中は。もう光がすごいかな。まあ、ワンチャン上閉めちゃってもいいよね。ワンチャンね。なんだよ、これもう嫌。なんだよ、これ、お葬式とか。小峠君は寒い。あの人は病気だよ、もう。寒いだの、暑いだの。だって、この時期に家エアコンとかつけないしよ。え？エアコン。もう贅沢病って言うんだよ、贅沢病。日比谷花壇、何これ。
日比谷花壇。これもなんかお葬式系なんだね。すごいね、豪華。合計70万だって、1日葬。プランがあるね。で、自宅でやる場合は58万9千。で、直葬っていうのかな、送り花、28万1千円。こんなにお金がかかるのね。お別れの会、みんなでやるときは、214万5千円。人を呼ぶとやっぱ高くなるんだね。これレンタルだけど30万円とかかかるんだって。結構かかるね。高い。で、お湯で洗うのに6万円かかるんだって。このきれいきれいするのにね。で、お料理、親善料理かな。 A セット B セットってあったね。 A が多分一番高いんだよね。5万5千円。10名から12名様かな。高いよね、相当高いわこれ。お坊さんが書いてないもんね。だってね、これでさらにお坊さんもつけるとどんぐらいになるんだろうってね。はい、妙とかね。これはゴミです。全部。まあ。よいしょ。さて、朝ごはんでも作りますか。自炊で、自炊で作りますか。今日は何にしようかね。一人分だけど、一人分ですけど、トーストでいいかな。こんな朝から卵焼きとか気合い入れてもね。ね、チキンナゲットとジンギスカン。あ、鮭もある、鮭も。鮭もあるね。ナゲットとトーストとサラダでよくない？上でいく？あ、そうそう、クレアおばさんのスープもたくさん余ってるんでね。それでオッケーじゃない？簡単でいいよね。なんか二人だとさ、なんか気合入んだけど、一人だとなんか気抜けるよね、マジね。そこよね。自分のために作るとなると面倒くさいんだよな。人のためだったらいくらでも作れるんだけどね。え、ナゲットのチキン南蛮ってそれ美味しいの？それ何、ナゲットのチキン南蛮みたいな、そんなんあるんかね。で、声をわざと遠くしたら今あっちに行くんでね。わざとこっちに変えたの今。
いい加減にして。また。これもうこの間取り替えたばっかなんだけど、せんね、やっぱ動かすのがいけないのかな。これで多分いけると思うよ。どうだ、ほら。OK。すんなり。よし。何しよっかな、ほんと。あれだね、人がいなくなると片付けもしなくなるんだね、私ね、びっくり。ほんとに。一気に汚くなると。お家も元通り。すごいよね、もうびっ、マジ缶が嫌なんだよ、これめんどくさい、これ洗ってね、なかなか出せないし缶ゴミ。やばいよ、この魔のゾーン。うわ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 、なかったんだけどね、あの夜
なんで座るの？みんなに見えるように。顔が見えないだろ。そういうの考えてわかんないんだね。あ、やだ。大丈夫かな。人のパワーってすごいよね。このね、お皿はね、ルクルーゼかな。ルクルーゼ。多分、モモナーちゃんとかも同じお皿使ってんじゃないの。ルクルーゼ。いや、今日は本当はミリオンヘアはね、小峠くんと一緒にやろうと思ってたんだけど、私には必要ないよね、ぶっちゃけね。なんで私がハゲ隠しをやんなきゃいけないんだよって感じだよね。ここだよね。を隠す、まあおでこしかなくない。おでこと、もみあげじゃないかな。おでこともみあげ。でもあれだって結構ポンポンポンってやるとね、すぐピタッとね、吸着するらしいよ。ちょっと汚れるみたいだけど、リンクみたいな。よいしょ。いいんだよ、雑ぐらいの方はね、みんなね、神経質になりすぎよ。俺死んだこともないしね、コロナにもかかりませんよ。私は。過敏な人が、ね、病気になる。昔を考えてごらん。人類は、洞窟に住んで、ま、ね、火を起こし、そっから文字と言葉を覚え、こうやって来たじゃないの。今の生活がどんだけ贅沢かっていうのをね、当たり前になってるかっていうのをさ、気づかないと。そっからスタートする祖先はね。人類の祖先の話。産業革命があり、戦争を繰り返し、ね、今があるじゃないの。よいしょ。よし。
じゃあ、なんだっけ、メニューは。作りますか、朝ごはん。パンと、冷凍のパンがあったような。冷凍は私したんだよね。お姉ちゃんのパンは後で食べよう。家庭と一緒のブルーエアとか食べていっちゃおう。よし。は？最後これ固まってない？なんなのまた。カメラぶっ壊れたからまた買うかい？動いてる？動いてる？なーに？カクカクだと？なんなのよこれ。ちょっと落ち着くまで待って、多分落ち着いたら元に戻る。ふざけんなよマジ。こっち。不調な時が。カメラ再起動したら動いてないこれ。カクカクだね。もう。何も出てこなくなっちゃったよ。なんなのこれ一体。あ、戻った。もういい、続行続行。続行？動いてない？これ。なんでこんなカクカクになるの？カメラは普通に動いてんだけどな。カメラは普通に動いてるよ。キャプチャーも。ツイキャスがおかしいのかな？あ、ちょっと汚れあったかな。ヒント、日頃の行いって兄さんに言われたくないんだけど。え、兄さんでも噛みつくからね、マジで。
日頃の行いがね、悪いのはどちらかしらっつうんだよ、ほんとによ。ああ、よかった。戻った。これいけそうだね。はい、お待たせしました。やっと戻ってきた。もう兄さんのせいだったね。すべて直樹兄さんのせいでした、今。呪いがね。今のは兄さんのせいですね、明らかにね、今日はね。あはは、で。